土佐で、交通株式会社は、高知県高知市に本社を置く軌道、バス事業者。高知県中部を中心としたエリアで、路面電車、路線バス、高速バス、貸切バスを運営している。高知県内において、軌道事業、乗り合いバス事業、貸切バス事業を行っていた土佐電気鉄道、高知県交通、土佐電ドリームサービスの3社の経営統合。 共同新設分割方式により2014年10月1日に設立。同日付で3社が運行していた軌道バス路線を引き継いで営業を開始した。発足にあたって設定されたコーポレートカラーはグリーンとオレンジでグリーンは安心、安全、快適、並びに高知の豊富な緑や発展を表し、オレンジは親しみ楽しさ、喜び、太陽を表し、 この二色を組み合わせることで地域と共に歩み、豊かな未来に貢献することを表現している。またグリーンは旧都佐電グループのオレンジは旧高知県交通のシンボルカラーでもあり、長い歴史を持つ両者の伝統を受け継ぐという意味も込められている。都佐電気鉄道と高知県交通の統合は1990年代にも持ち上がったことがあったが、資金調達の目途が立たず挫折した経緯がある。 2013年3月、その前年の5月の土佐電気鉄道株式会社の株主総会で、竹本昭和社長と同社会長で、高知県議会議員の西岡虎八郎が、友人の暴力団幹部の名を挙げて一部の株主を同括したことが発覚した。これを理由に、当時の社長と会長は共に隕石辞任、西岡虎八郎は、県議も辞任し、また、 四国銀行などの高知県を代表する企業と、高知県議会議員や、暴力団が裏でつながっていたことが露呈し、高知の経済界、政界は一挙に信用を失った。2014年1月に公認として、元高知県議事の片岡万智が、土佐電気鉄道社長に就任した。これを契機に再編へ向けた模索が始まり、2014年4月4日に、 高知県中央部の公共交通のあり方について検討を行う中央地域公共交通再構築検討会が土佐電気鉄道と高知県交通の統合も視野に協議する方針を高知県議会産業振興度木委員会で報告した土佐電気鉄道高知県交通の2社合計で路線バス事業は1999年から2013年までの15年間の 累積赤字が合計約90億円に達していた。そのため、国に加えて、高知県と高知市が合計約43億円の補助金を支出したものの、2013年3月末時点で、土佐電気鉄道が約14.8億円、高知県交通が約20.1億円の実質的な債務超過に陥っていた。また、借入金も佐電気鉄道。 高知県交通の2社合計で約75億円に上っていた。さらに2007年の調査で当社の運行する高知市周辺の交通手段は自動車の割合が約59%に達するほど高い一方で、土佐電気鉄道、高知県交通の運営する路面電車と路線バスはいずれも約1%に止まっていた。そうした利用率の比率の低さに加え、 今後の人口減少を加味すると、土佐電気鉄道、高知県交通の運営する路面電車と路線バスの輸送人員は2010年の合計約1201万人から2035年には合計約969万人と約80%まで落ち込むとの見通しもされた。こうした状況を踏まえて今後経営を維持していくのは非常に困難であるとして、 公共交通を維持していくためにも、2014年4月28日に、中央地域公共交通再構築検討会が、金融機関による再建法。これを受けて、高知県と沿線市町村の協議会が開かれ、2014年5月27日に、新会社に出資する10億円の分担割合を決定した。そこでは、同じ高知県内の土佐黒潮鉄道への支出や、 全国の第3セクターの事例を考慮して、高知県が50%を負担することになり、残りは人口や路線の運行状況、赤字補填の補助金実績などに応じて、沿線市町村が分担することになった。また、並行して、金融機関に再建放棄の承諾を求めて、事業再生計画案の説明などを行い、2014年5月30日までに、 対象となる6金融機関が事業再生計画案を了承する回答をした。そして、2014年6月2日に開催された中央地域公共交通再構築検討会で、高知県と沿線12市町村の出資同意と6金融機関の再建法規同意が報告され、都佐電気鉄道と高知県交通の株主総会や、高知県と沿線12市町村の議会で、 経営統合や出資についての同意取り付けに進むことになった。それを受けて、土佐電気鉄道と高知県交通に土佐電ドリームサービスを加えた3社が2014年6月3日にこの新会社を設立して経営統合をすることについての基本合意書に調印した。そして2014年6月2日に開催された土佐電気鉄道と高知県交通の株主総会で 経営統合して、第三セクターの新会社を設立する議案が承認された。また、高知県と沿線12市町村の議会での同意の取り付けも、並行して進められ、2014年6月12日に、開催された元山町議会で新会社への出資金を含む一般会計補正予算案を可決したのを皮切りに、同年7月14日に開催された。 南国市と上市の両市と都佐町の議会で、新会社を得の出資金を含む一般会計補正予算案を可決され、出資予定自治体すべての議決が揃って、再編計画が正式に決定した。そこで、2014年7月16日に、都佐電気鉄道と高知県交通が、新会社設立委員会を設置し、初会合を開催して、準備作業を本格化させた。 公共交通は県民や利用者の関心が高く、一企業だけに収まらないことを理由に新社名は公募で決定することになり、2014年7月31日締め切りで公募を行い、1235点の中から都佐電交通を選定して、同年8月13日に発表した。そして、2014年10月1日に都佐電交通が設立され、 土佐電気鉄道と高知県交通に土佐電ドリームサービスを加えた3社の事業を引き継ぎ、同日運行を開始した。この新会社は事実上の高企業で、設立時の出資金の分担比率は下記の通りである。100%公的資本となったが、日本民営鉄道協会に加盟している。 都佐で、運交通の超低小電車100系都佐電気鉄道が2014年9月30日現在において保有していた路線、車両を継承し、総延長 25.3km の路面電車を運行している。路線は高知市、南国市、阿川郡、井野町にまたがっている。日本で軍部において路面電車を運行している事業者派土佐で、運交通のみである。 土佐電気鉄道時代に廃止された路線及び運用を終了した車両は土佐電気鉄道鉄道軌道事業を参照。原油路線にはトンネルが全くない。各地に向かう最終電車の行き先表示には LED 方式ではと表示され、幕府式の場合は赤字に白文字で表示される。在籍車両証には半額。2019年10月1日改定。 乗り継ぎ乗り換えと佐電機鉄道、高知県交通、と佐電ドリームサービスが2014年9月30日現在において運行していた一般高速路線の大半を継承したほか、新会社移行に伴い同年10月1日に実施されたダイヤ改正において、高知市北部を中心に利用者のニーズに即した路線の新設も行われた。3社のバス路線が統合されたことに伴い、 都サ電鉄系が採用していた番号のみの路線番号からがアルファベット数字の行き先番号に表示が変更となった。また、統合2年後となる2016年をめどに路線並びに車両走行キロ数の抜本的な再編を実施した。さらに2016年10月に一度に予定されていたこの再編を2回に分け2018年10月に2度目の 大規模な路線再編を実施。は、共同運行事業者、現行路線廃止路線現行路線ホタル橋、経由鳥越線中盤番、横内経由鳥越線、三橋車庫線、イオンモール高知線水木坂団地線、宝町、福井、横内経由鳥越線、延田町、イオンモール高知、一宮バスターミナル線、竹島人、お入民線人を経由一宮線、 医大病院線両席、南国オフィスパーク線、大線東面団地線、大津バイパス経由医大病院線高知医療センター、高知県立大学経由主、佐紀線潮見台、JA 高知病院線、山田駅、龍河道線舞浜、パークタウン線十津団地、高知医療センター選主佐紀線船葛浜線、横浜ニュータウン、南ニュータウン線と佐宿高線、和潮山トンネル南ニュータウン、 平和団地、ハびりセンター JA 春の線線、江南団地線、吉野線高岡線宇佐線高知龍馬空港、連絡バス空港連絡バス負傷スクール線その他、廃止路線重視、五面線秋線高知高線に淀川川口大橋、京有佐線、横浜、春の運動公園高岡線学芸高校線、須崎線西バイパス線、高新団地全線 JA 高知病院、 上田千医大病院、久枝田千枚浜 JA 高知病院見美せ千七軒や、千春の役場前線と差し、ドラゴンバス2017年現在国内4メーカーの車両及びヒュンダイユニバースを所有する。日の自動車制が多く、伊須津製は高知県交通が阪急バスより中古車両を購入。土砂で、交通発足後の新車導入は2017年現在。 日の自動車製のみである一石車両の供給元、ありがとうございます。